カズヤよ、お前に三島を継ぐ資格があるか見せてもらうぞ。わしが率いる三島財閥主催の格闘技大会、そこは史上最強を求めた格闘家たちが全世界から集う武の共演じゃった。あまたの格闘家たちも所詮わしの敵ではなかった。やつ以外はやつはわしから全てを奪い去った。力こそ全てだ。俺は手に入れた圧倒的な力を、この大会が俺の波動を飾る最初の一歩となる。戦いの価値、俺は一人の女に出会う。恐れることなく近づいてきた風間純、不思議な女だった。セイヤー、勝ち進んだ俺の前に現れたのは生きていたとはな。まさかこの俺が。貴様は俺の手で必ず。三島財閥当主の座に返り咲いたわしは、ある伝説を耳にする。古来より南米の奥地には刀身が眠るという。究極の武を手中にできるというその伝説にわしは魅せられた。しかし探索は失敗に終わる。俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだ。その頃、俺は母の遺言に従い三島平八のもとに身を寄せていた。力だけを求めていた。圧倒的な力を。俺は平八に勧められるまま大会に参加した。そして奴は現れた。母の敵を前にした時、何かが俺の中で弾けた。力のためには血縁の死さえ厭わない。呪われた三島の地。あの時何があったのか思い出せない。仁の行方を追っていたわしは一枚の写真を入手する。そこには全身に火傷を負った男の姿が映し出されておった。間違いない、この男は。
写真の男が和也だと確信したわしは、遺体の行方を追っていくうちに G 社という新興企業に行き当たる。 G 社は入手した和也の遺体から遺伝子データを解析し、新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知ったわしは鉄拳衆を率い G 社研究施設へと向かった。生きておったのか。奴を消せ、手段が問わん。まんまと取り逃がすとは。だが和也よ、三島財閥投資の座をかけたこの大会、無視することはできまい。舞台は整った。あとは。お前も現れると思っておったわ、ジン。カズヤをしのぐほどのその力、わしがもらう。わしは諦めんぞ。いつの日か必ず。これで終わりだ。その頃俺は、あの時俺の中で何か50年前、息子である平八から全てを奪われた男、三島陣八、かつて最強の剣士と呼ばれた男に俺は勝った。そう、力こそ全てだ。当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う、圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、 G 社が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は心